ロクサスを復活させる気か？アンセム！ゼムナス！存在しないものをどうやってこの世界に呼び戻すというのだ。ロクサスは存在している。今も俺の心の中に。仮にロクサスの心を復活できたとして、心を収める器はどうするというのだ。ロクサスはもう一つのトワイライトタウンで存在していた。きっと復活させられる方法があるはずだ。自分で言っていることに気づいているのか？それはただのデータに過ぎない。心は何にだって宿る。それがデータであっても俺が必ず証明してみせるさ。アンセムもゼムナスももともと一人だったんでしょ。なんで今一緒に存在していられるのかな、それができるなら空とロクサスも一緒にいられるってことだよね。あ、そっか。それじゃアービーしたじゃ。そこまで言うのなら任せよう。ロクサスの復活は我らにとっても望ましいこと。もうロクサスはお前たちの言いなりにはならないさ。忘れたか、ノーバディは闇に心を奪われた抜け殻。ロクサスを復活させるということは再び自らに闇の力を用いること。ソラ、お前は結局闇の力を使うのか？それは。まあいいだろう、闇に心を委ねるがいい。さあ心を解き放って。待てよ。うわぁ！闇の力じゃない、それは。そうだ、それは助けたい一心。俺は心のつながりをたどってロクサスを助けてみせる。手伝ってくれるよな、ドナルド、グーフィー。もちろん。アンセムとゼムナスの目的はわからないけど、ハイネたちに注意するように言っとこう。そうだね、町に戻ってみよう。うん。
山広場に行ってみよう。